喜屋川ダムは山口県下関市と与田町大川ち先、二級水系喜屋川本川上流部に建設された多目的ダムである。山口県下関市は古くから交通の要衝として栄えた都市であるが、その市街地は関門海峡に面した半島に突き出た地形となっており、市街地に流入する河川が海無に等しいことから、 人口の増加に伴い慢性的な水不足に悩まされることとなった。水源がないことにより工業発展にも支障を来たすと判断した山口県は水道用水、工業用水の安定確保を目的に下関市東部の小月地区に注ぐ木屋川の上流にダムの建設を計画した。ダム建設の場所は豊浦郡西市町の大川町に定められ1940年に キア川ダムの建設に着手した。当初は1943年完成予定であったが、太平洋戦争に伴う資材、人員、予算が枯渇。1947年には本体の6割ほどを建設した時点で建設中断を余儀なくされた。中断の間に工事目的に洪水調節と発電を加え、さらに治水目的を加えたことによる、 国庫補助を受け補助多目的ダムへと計画を変更。1950年に工事を再開し、1955年4月に完成した。完成当初は、下関市向けの水道用水、神戸製鋼所工場向けの工業用水並びに、下流域における、干拓地への灌溉用水として利水が確保されていた。しかし、昭和40年代に干拓計画の廃止に伴い、 灌漑用水分が工業用水に振り替えられることとなり、取水能力の増強が図られた。さらに、下流の豊浦郡菊川町上保木に湯の原ダムが建設され、工業用水道はここからの取水に切り替えられた。一方で、元々が利水目的で建設されたダムということもあって、治水能力はさほど高くなく、洪水調節の際にも正しがき操作が頻繁に起こる。 状況にあったことから、治水能力を高める目的で木屋川ダムの再開発事業が計画されている。具体的には園庭を10メートルほどかさ上げし、早朝水容量をほぼ倍の約4360万トンとする計画であるが、これにより、淡水区域が拡大し、一部は隣接する長戸市、田原山までかかることから地元との調整が難航している。一方で、 木屋川水系の河川整備計画の策定も進んでおり、間もなく事業化されるのではないかという期待も持たれている。ダム湖は豊田湖と名付けられ、広い湖面を生かした想定の練習や冬場の若さぎ釣りで広く利用されている。湖畔の地チ地区にはオートキャンプ場も整備され、グループでの利用も多い。湖畔上流部には壇の裏の戦いで命を落とした安徳天皇を安置したとされる。 安徳天皇西資料墓山高地も存在するほか、さらに湖の上流へ向かうと名湯として知られる、田原山温泉にも近い。一方、ダム下流の豊田町西市地区は、現地ボタルの発生地として知られ、毎年夏場には、木屋川にホタルを見学するための遊覧船が、運航され、話題となっている。豊田小ダム湖の周囲は佐賀を山口県道十四号下関長戸線が、 右岸を山口県道319号大川千々吉線が通過している。下関長戸線は下関市と長戸市を結ぶ最短ルートであり、さらに大川千々吉線は下関長戸線を湖畔でショートカットするルートとなっていることから十分な整備がされていないにもかかわらず、交通量は比較的多い。地元では特に 長年市川でダムカス上げに合わせて剣道が付け替えられ、整備されることへの期待の声が大きい。ありがとうございます。